葉原へ来た。ほら見て、あそこ人工衛星が落下したビル。ねえねえ、降りていい？聖地巡礼。ダメだ。うん、意地悪。ついこの前の出来事、忘れたとは言わせないよ。はーい。ここがあの女のストアね。あの女？ストア？なんでもない。昔のスラング。これって本物のブラウン管？すごい！アニメの中でしか見たことなかったけど、実在するんだ！コス。麺を飲み込んでから喋ってもらえるか。今日は、ああ、仕事の前に紹介しておく。今日は一人じゃないんだ。そっちは。つけろよ、デコスケ野郎！デコスケ？ソーンは黙ってて。コンス、どうかしたのか？なんでも。今日は、どうしてここに？調べてほしいものが。私が会いたいって言ったの。君とは一度会って、はっきりとさせておかなきゃならないと思ってね。
君は早雲とどんな関係なのか聞かせて。早雲との関係？そう、逃げずにちゃんと答えてもらえますからね。私と祖母は情報屋と客とか資料解析のパートナー。嘘だったら一緒に映画を見たりしない？君の作ったゲーム見させてもらったよ。うん、まあまあよくできてたじゃない。超楽しいって言ってなかったか？そんなにはしゃいでない。浜辺の風景、作者の私からすればまだまだ爪が甘いわ。私の方が全然うまく作れるんだから。イリア、あなたはデザイナーとしての記憶を取り戻した。え、それは記憶はまだ取り戻してないけど。でも感覚的にわかるもん。仮想環境のデザインなんて手続き記憶になるくらい私に身近なものだったからね。そう、それはよかった。それで用事は？来島道也について知りたい。どうして？涼子さんから事情は聞いてる？いえ、まだ。僕たちは軍警察から情報を得て、タンユンシャンが姿を現したっていう池袋 CPC に行った。それでカルテが保管された隠し部屋を見つけたんだ。データをスキャンしたけど、その中にイリアのカルテだけが抜けてた。池袋 CPC とイリアの間にはタンユンシャンが狙うだけの秘密があるはずなんだ。結びつけるのは短絡的思考、単なる気のせいだと思う。例えばカルテが風で飛んでいったとか。帰りにミルグラムに襲われたんだ。ミルグラムに？おまけにミルグラムは僕を知ってた。戦って殺されかけたんだ。池袋 CPC がどんな施設なのか、その所長の来島道也が一体何を研究していたのか、ミルグラムがどう関係してくるのか、それを知るのはイリアのためだけれども、同時に自分たちの身を守るためでもあるんだ。コンス、協力してくれないか？条件がある。条件？下に一緒に来て。
事な話。大事な話だったらなおさら私が一緒に。イリア、頼む。わかった。その代わり変なことはしないで。そう、わかったよ。変なことはしない。行こう。そう、今日はどうするんだ？縛る？木馬？それとも…そう…ソウンは、イリアが好き。その質問に何の意味が？イリアはソウンに特別な興味があるみたい。ただの擦り込みじゃないかな。最初に見たのが僕だから。で、全部記憶を取り戻したら嫌いになる？わからないな。コンス、君は一体何を言いたいんだ？脳は自分が覚えていたくない記憶を消し去ることがある。心因性健忘症。もしイリアの過去が彼女にとって思い出すことさえ辛いものだったら、イリアは過去を思い出さない方がいい。その方が彼女も幸せ。そう、あなたにはイリアを傷つけてその責任を取る覚悟はある？あ、そういう問いかけを投げておく。でも、仕事は仕事。先払いしようか。そう。あれ、
どうかしたのか？いや、その…ソウンは…ミルグラムと戦ったって…言ったよね。ああ。大丈夫だった？実は結構な怪我を負ったんだ。もう少しでやられるところだった。三つ美に助けてもらったらしくて、気づいたら病院で目を覚ましていたんだけど。軍警察附属病院。もちろん。こんな短期間で回復するとは思わなかった。さすがは軍警察の医療技術だね。あとはどれだけ早く僕に馴染んでくれるかが問題かな。コンス、聞いてる？どうしたんだ、コンス。どこか具合でも？大丈夫。それで、先払いの件は？後払いでいい。でも、いつもなら。イリアを、待たせるから。ありがとう。そうしてもらえると助かる。勝手に他人のコンピューターを触るのはどうかと思うけど。パスワードかけたのに。え、嘘。触ったら勝手に認証解除されたけど。ありえない。生体認証も何重にもかけてあったのに。チェックをした方がいいかもしれない。もちろんやる。何回もやる。クリーンインストールした方がいいかな。それってどのくらい時間かかるの？もう疲れちゃったよ。早くても半日くらいかかるかも。そんなにか。副都知事見つかったって。本当か？ニュースでやってた。
旧お台場エリアで水死体が浮かんだって。そうか。行ってみようか。何か見つかったら連絡する。よろしく頼む。行ってらっしゃい。バイバイキーン。向かうのは浅草だよ。浅草？旧お台場じゃ。あれは孫雲を早く引っ張り出すための嘘。池袋 CPC から私のカルテが抜けてたって話をしたとき、コンスーがなんて言ったか覚えてる？なんだっけ。カルテが風で飛んでった。どうして彼女は紙のカルテだって知ってたの？あ、さっき見た PC の中に来島道也のデータが眠ってた。来島道也の？そう、コンスーは道也を知っててあらかじめ調べてた。でもそのことは私たちに意図的に伝えてない。ねえ、そう、コンスって人本当に信頼できる？もしコンスーが来島道也のことを知っていて隠しているなら、それはその方が僕たちに利益があると考えてのことだと思う。そっか。コンスーの集めたデータはこんな感じ。これでもまだ多いとは言えないけど。珍しいな。そう？ああ、分かってる。浅草に行ってみよう。うん、私も賛成。あ、でも副都知事も気になるんだよね。そっちが先の方がいいかな。いや、今のままでいい。あっちはエチカ向けだ。